どうも、アキです。パワフェスやっていきたいと思います。はい、僕も1回目のパワフェスの動画出してから結構パワフェスやり込みました。はい、ただ本当に準決勝以降が結構難しくて、まだまだね、とても上手いと言えるレベルではないんですが、今回も楽しくやっていきたいと思います。なので、上手いプレイが見たいという方は、まあ他の方のね、動画を、ぜひご覧いただければと思います。もうちょっとね、時間かかるかなと思うんで、しばしお待ちください。上手いプレイが見たい方は。はい。ただね、パワフェス楽しみにしてるって言ってくださる方非常に多いんで、まあ、ちょくちょくね、動画出していこうかなと思います。では、やっていこう。まあ、そうだな。外野手で作ろうかな。とりあえず。ポジション被らないからね。3つまで被っていいからね。で、最近結構ミート打ちするんで、当てるうまさでいきましょう。さあ、で、最初誰が仲間にできるかって結構大きいですよね。で、動画外であんまアイテム使わないようにしてるんで、じゃあパワーヒト、広角打法の書持っていきましょうかね。はい、OK。まあけど、パワーヒも広角も能力上がってないと結構未だに、ん?能力上がってないと全然重たいので、3回戦ぐらいで取るイメージでいきましょう。で、そうですね、マネージャー誰にしよう。まあ、日和美桜ちゃんのこのね、アシスト効果とかは嬉しいんですけど、ムードとかも。まあ、主人公の成長はアシストでしょ?まあ、じゃあ今回この人で行きましょうか。負けても再戦申し込めるからね。よいしょ。お、で、そうだな。誰にしましょうか。神楽坂もあんまりね、能力上がってないんですよね。とりあえず、ひじりはもう連れて行こうかな。キャッチャーは結構あれですよね。ありがたいですよね。はい。じゃあ、ひじりと、まあ、神楽坂連れて行って、神楽坂のレベル上げしようかな。よし、これでいこう。神楽坂グループの2人だ。よし。まあ、今回、マネージャーがムード丸の効果持っていたんで、まあ、ホムラはいいかなっていう感じですね。で、前回とちょっと違うのが、ここでね、視点を変えれるんですよね、トーダとも。よくあの斜めの視点であの時打ってたよっていうね。後で思ったやつ。はい。では一回能力上げていきましょう。よいしょ。まあこれでいいかな。よし、ではやっていきましょう。ちょっとひじりと神楽坂の能力が、低めなのが怖いけど、もうこれは帝王実業行きたいね。前回の動画帝王実業に負けて終わったんで、ここね、リベンジしに行きましょう。特に帝王実業いいのが、まあ1回戦だとね、本当に経験点もいいし、あと友沢が仲間になると強力なショートがいる。そして蛇島。友沢、蛇島両方手に入るとね、二遊間固められるので、まあ2点差つけたい。っていうのと、友沢がね、基礎骨をめっちゃくれるんですよね。なので1回戦で勝てると超美味しい。神楽坂がまだ変化球1球種っていうのが怖いな。で、結構釣り玉とかを振ってくれることが分かったんで、1回戦は。例えば、こういうの振ってくれたりしますね。あ、入っちゃった。ボール玉だよね。ショット取れるよ。よーし、ナイスショー。出た。蛇島友沢がほんと強い。この二遊間強すぎ。うわ、打たれた。で、4番友沢でしょ。ボール玉から入ろう。もうここはね、全力ストレート使っていかないと、さすがに。うわ、どうだ、これ取れるかな。よーし、矢部くんナイス。もう矢部くんのレベルはね、10になっているので。ただ5番も武田がいるんですよね。結構ね、あの釣り玉を振ってくれる1回戦の時に印象ありますね。さあ、全力ストレート。うわ、外れちゃった。いいコースではありましたが、バットが止まっています。スタミナがもったいない、外れると。ボールになるカーブは、よし、オッケー。初回0点に抑えたぞ。ピンチだったけど。さて、結構ね、ミート打ちを使うようになったんですが、1番セカンドフライ打てるでしょ、これ。オッケー、ヒットだ。
ミート打ちで繋いで矢部くんだけはホームラン狙いに行きます。あ、まあ、ひじりも、ちょっと狙ってもいいけどね。オッケー。ひじりただ鈍足だからゲッツーになるんだよね、かしたら。あー、くっそ。タッチアップも無理だね。掴みました。中継。カレンジャー、なおもチャンスが続きます。打席には5番どうだ、抜けるでしょ。よし、オッケー。よし、回れ。ナイスラン。ナイス判断。初回先生、まあ、前回この犬川から全然打てなかったんで、ちょっとは成長してるかな。ボールでしょ。よし、どうだ、落ちるか、落ちるか。よしよし、まあ最初はね、味方の打撃能力も本当に低いので、こういうね、なんかしょうもないヒットにしかならないんですけどね。まあ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 、よし、なんかポテンヒットに見えちゃうのがねあれだけど、あ、惜しい。よし、2点も先制できたぞ。いいぞ、2点差つけてね。友澤、日比島は絶対仲間にしたい。で、できればそうだな、もう一人ピッチャーを選ぶのか、それともあいつを選ぶのかだな。うわ、失敗した。あ、でも落ちるんじゃない。ピッチャー選ぶか武田を選ぶか、ちょっと悩ましいね。さあ、打席で猫神が狙いを定めます。直球空振り。猫神はね、今回はいらないね。キジリとかぶるから。キャッチャーが結構ね、いないときは猫神選んでもいいかなと思うんですけどね。よし、オッケー。さあ、出るよ。どうだ、よーし、オッケー。これうまいっしょ。友澤でも取れないよね、さすがに。武田めっちゃエラーするな。ちょっと強振で打とうか。強振でストライクだけ追い込まれるまでストレートだけ狙って、よーし、オッケー。で、矢部くんでここでホームラン打とう。進化したとこを見せるんだ、アキちゃん。アキちゃん、イエス、オッケー。これさすがに3点差で勝ったでしょう、今回ね。うわっ、これがね、パワフェスの闇。知らない間に勝手にね、いっぱい点取られる。もうこんなの全力ストレート投げるしかないよね。あ、マジか、3点差で勝ちたいよ。セカンド、守備下手くそそうだけどね、全然動かないけど、オッケー。ちょ、もう一回打席くれ、打席くれ。よしよしよし、4点差、ナイス。よっしゃ、進化したぞ。これが前回負けた相手だからな、全然もう歯も何も立たずに負けた相手よ、これが前回ね。イエス。どうでしょう皆さん、ちょっとだけちょっとだけだけど上手くなったでしょ。あんまりまだ上手くないけど、前回よりひどくはないでしょ。よーし、オッケー。これおっきいぞ。このパワーフェス今後進めていくにあたって、友沢がね、仲間に入るの本当におっきい。神楽坂とちょっとひじりがね、レベルが上がってないのが怖いけどね。友沢ちょっとだけ上がってるんじゃないかな、ないかな、多分。で、ここでミート、パワー、総力、肩、守備のコツをくれる。で、あとは蛇島も選んであげて、ミートと守備のコツくれると。で、あー、そうですね、ピッチャー補強するか。あー、でもこいつら赤得の多いからな、あんま好きじゃないんだよな。が、外野で武田を補強するかなんですよね。武田にしましょうか。どっちしよう、武田かな。まあ、ピッチャー一人いますしね、神楽坂が。よし、これでいいでしょう。いや、よかったよかった。前回、ちょうどよかったですね、1回戦から。前回3回戦、準決勝かな、で、負けてしまった帝王実業相手にリベンジ果たせました。オッケー。で、では、今回の動画は最後能力アップして終わりましょう。続きはね、またどんどん動画出していきたいなと思います。いやー、面白いわ、本当に。勝てるとね、面白いですよね。で、今、逆境のコツくれたと思うんで、逆境を取ろうかな。よし。ね、そっか、ムードとか、わざわざホムラ連れてこないで、もう自分で取ればいいんだ、ここで。でも今回はマネージャーにあるからいいや。よしよしよし、これ楽しくなってきたぞ。
スッスッスーっと。どれくらい上げよう。肩もとりあえず最低限整えましょうか。まあ、とりあえず最初ね、打撃能力振っておいていいかなっていつも思うんで、まあ、こんな感じでいきましょう。OK!OK! ではまた次の動画で続きやっていきたいと思います。これは結構期待できるんじゃないかな。初戦で友沢に勝利したことによって基礎骨もらえて仲間も強くなって、まあそうですね。なかなか今後楽しくなってくるんじゃないかなと思います。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。続き公開されていれば概要欄の方に貼っておきます。カードの方にも設定しておきますのでよろしくお願いいたします。アディオス。